園芸好きの皆さん、おはようございます。園芸大好き看護師のどんちゃんです。いやー暑かねー、もう連日暑すぎてもうちょっとどうしてますか皆さん。もうね、僕が住んでるあの久留米あたりめちゃめちゃ暑いよ。びっくりね。なんか東北の方とかも偉いね、暑くなってるみたいだからね。どうなってんでしょうね、これからどうなるんかなっていうのはね、まあ、置いといて、今日ね皆さんに朗報があります。非常に素晴らしい結果が出ましたね。それをね今日ご紹介していきたいと思います。はい、ということでね、今日紹介したいのは、あの前回ね、あのサフィニア、あの夏のねお手入れリフレッシュみたいな動画をね、だいたい1週間ぐらい前に出させてもらったんですけど、いやそれからよ、それからの、近況報告ね、すごいから、いきさつをちょっと簡単に話すとね、ちょっとあの前の動画見てない方絶対見てほしいんですけど、今見て、今もう一回見てください、ね、あの伸びきってね、サフィニア育ててる初心者あるあるだと思うんですけど、すごい育つんですよサフィニアって。ペチュニアもサフィニアももうどんどん育つから、鉢からもわーってなって、だらーなって、もう蒸れて大変だってなってる人多いんじゃないでしょうか。あの日頃からね手入れ慣れてる人はいいと思うんですけど、あの僕みたいな初心者はね多分そんな風になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、思い切ってバッサリ行ってみたんですよ。もう何も調べずに、今の時期に行ってもいいかも分からずにバサー行って、どうなるんかなっていうのをね実際あの動画にしてますので、あのそれをまず見てもらって、で今日はそれをだいたい切ってから3週間ぐらい経ってどうなってるんかなっていうのをね、ぜひ皆さんと一緒に見ていきたいと思います、それではねちょっとお外の方に行ってみましょう。はい、やってきました外に。暑い、日差しすごいじゃあ早速ねサフィニア見ていきたいと思います。さあ丸坊主にした、僕のね自慢のサフィニアちゃんたちがこちらです。見てこれ、めちゃめちゃ育っとるやろ。ほら一回丸々坊主にしたんよね。で3週間でこんなにすごくない？これよ、花まで咲いちゃってねえ。いやーすごいね、サフィニアブーケのこの生命力。でさらにほらここビスタミニピンクスターもこんなに大きくなって、桃色ハートちゃんも花が咲いちゃってね、こんなに大きくなってるとよ。ほらみんなこんな風に大きくなりましたね。これほら刺し目にしてたやつ、これもね全部直近したんよね。こんなに、うわすごいね。ほらかわいい花がまた咲いたよ、みんな嬉しいね。だけどね、あの思い切って切り戻していいんですよ。もうね遅いなんてことはない。あの結構ね心配の声ありましたよ、もうちょっと元気になってから来た方がいいんじゃないでしょうかみたいな。
でもね、やっぱ植物は応えてくれるね。これからね、またあの花が咲いて伸びてくるとよ、これがね。ほんと可愛いよね、花ってね。こんなに暑いのにね、こんな可愛い花が咲いて。ほら、もう色ハート。いいね。可愛いかね。サフィニアブーケも一旦お別れしてたのにね、もう帰ってきてくれた。このね、シックな感じがいいのよ、レトロというかね、黄色。最高よ。はい、戻ってきました。ねえ、すごかったやろ。ほんとね、大体3週間であんなにね、復活。だけどね、あの、僕が言いたい、初心者の方は一回もう全部リセット。リセットするとね、また花に愛着が湧くんですよ。結構ね、その切る前ってね、その梅雨ちょっと明けて、もう夏真っ盛りで、暑くて水やりもちょっとみたいな。で、仕事して帰ってくると、水カラカラでもサフィニアもファーターっていう。全部の鉢がそうなってて、で水やりがね、結構億劫になって、もうちょっとしんどいなっていう時に、切り戻してあのすっきりするとね、お花植えてるところからすっきりするんよね、ほんと。でなんかこうまだ意欲が湧くというか、あ、すっきりしたなみたいな、あ、また可愛く見えてきたなっていうね、あの感じになります。なので、サフィニアとか大きくなる花は一回夏場一回バッサリ切って、まあ、暑さ対策してあげて、で僕のね、まあ、自分の心もリフレッシュされます、非常に。だから無理してまだ花咲いてるかなと思って、あのかわいそうだから切らずにも、あの取っとくよりも一回切ってリフレッシュさせてあげて、あの自分もリフレッシュ、お花もリフレッシュでね、また新しいお花を味わうっていうのは非常に素晴らしいんじゃないかなと思います。なのでぜひ皆さんもね、思い切って切り戻ししてあげてください。もっと園芸が楽しくなりますからね。あのサフィニアはこれから多分満開になっていっぱい花咲くと思います。しっかり栄養をあげて、水を適度にあげて、やっぱ夏の直射日光を当てすぎると良くないので、まあ、午前中だけね、日が当たる場所に避難してあげるとより育つでしょう。実際ね、僕もあの日陰、半日陰というか、まあ午前中だけ日が当たるところに移動したらね、やっぱりね、元気になる、みんな、枯れたお花もあるけど、避難させたことによってね、復活してるお花もありますからね。場所選び、皆さんもね、注意して夏場のね、園芸楽しんでいきましょう。はい、このチャンネルではですね、園芸の情報をいつも発信しております。で、僕看護師をしてるので、看護師としての経験も動画にしてますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルがですね、園芸好きのコミュニティになって皆さんが集まれる機会を絶対作っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。